はい、ということで、うん、東京大会見ててどうでした？審査してみて。いや、なんかスカちゃんが確かに会場で盛り上がってたんだけど、確かにね、個人的にすごく良かったなと思うのは、うん、静岡県住みます芸人のヌマンズ。ヌマンズは良かったよな。ヌマンズの2組は僕たちの後輩なんですけど、はい、もうめちゃくちゃこの PR1 グランプリ出たがってて、そうそうそう、ついに念願の、やっぱり静岡のさ芸人さん PR1 グランプリといえばさ、うん、今までやっぱずっとサコリッチさんだったからさ、そうやね、やっぱサコリッチさんはやっぱ洗濯機と一緒に漫才をするって非常にトリッキーなネタをやってトリッキーすぎたな。やっぱヌマンズは俺たちはもっとできるってずっと思ってたらしい。今回見事にその期待に応えてくれたなと思って。いや、でもやっぱ最初やっぱりこうお客さんもね、あの初めて見る芸人やから、うん、うーんって感じ見たけど、どんどんと盛り上がっていって、すごかったね、多分ね、そのヌマンズの勢いにすごいなんかね蹴落されたというか、そんな感じで天狗のマジ川田さんはめっちゃ緊張してた。珍しく緊張してはったな。横山さん横で笑ってたもん、笑ってたもんな。緊張してるこいつっていう顔してたもん。俺らもお仕事よくさせてもらうけど、うん、あんな緊張してるの初めて。そうそう、まあでもセリフ量多かったからね。そうやな。でもね、うん、PR1 グランプリって、うん、俺らもそうですけど、うん、むちゃくちゃ緊張するんですよね。いや、なんかあの当日まであんまりこっちは緊張してないけど、はいはい、会場に入った瞬間にあれこれ賞レースだと思うんだよね。そうそう、でふとどこでもネタかけてないこのネタ。そう、新ネタや、全員新ネタの空気がある。だから新ネタで M1 の1回戦臨むようだから、そうそう、一か八か感が常にあるという。そうそうそうね、そんな中でも坂本さんとケンジルさんの、はい、坂汁、坂汁、もういつものネタをもう満勤でやってて、長かったです。長かったな。長かったです、でも会場はめっちゃ楽しんで、ね、お客さんのねこうクイズ当てて一緒にこうね触れ合いをしながらという、うん、だから東京大会も僕らも過去ね、うん、出してもらったことあるけど、はい、過去最高の盛り上がりだったからね。盛り上がったね、なんか全組ちゃんと盛り上がったって感じだったね、うん、で今回ちょっと有楽町シアターが最後もう閉館しちゃったから、ちょっと次回はねぜひもっとでかい会場で、で東京にも、もっとね PR1 グランプリ出たいっていう、たくさんいますから、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。